皆さんどうもこんにちは、プラキチです。はーい、ちゅうことでね、明日明後日動画出せねえから、今日はね、残りのコメント返しちゃいますね。はい、あ、そう、そういえばね、今さ、これさ、もう発売されたら即完売みたいな感じじゃないですか。これ俺さ、部屋掃除してたらさ、こんなん出てきたんだけどさ、あ、まだあったなと思ってる。これ俺が前作ったじゃん、これ、ほら、アウドマルとラフレシア、これガンダム名鑑ガムだっけ、1個200円だっけ、いくらだったっけ、俺200円だっけ、ガンダム名鑑ガムとかいうの、これ出てきたの大量に。そう、これトップコート吹いていいんだよ、まだこれトップコート吹いてね、ウォッシングとかすればこのくらいリアルになりますからね、これ。多分アウトブラが一番の当たりだぜ、このガンダム名鑑ガムの中だと。多分すごくね、この緻密さね。でね、このシリーズに見逃せないんですよね、実は。まあ一生きっとかさねえであろう、このさ、ダイヤ艦隊アドラスティアとかさ、合わせ目消して塗ると結構ね、映えるんでね。意外と外れたのが、この MS 枠。ゼータガンダムとかこう手抜きだから、これ。この戦艦関係とかが、結構狙い目というか、まあ、これアクシズとかいらねえけど、これね。あとこのさ、ほら。これパブリックだっけ、これ。あ、パブリックだ。パブリックとかさ。タイヤ戦艦とかね。モビルアーマーもね、悪くない。シャンブル。シャンブル絶対出ねえから。ユニコーンのね、シャンブルね。絶対出ないからね。でね、MS でもね、複雑なね、こういうゼータガンダムとかと違って、このね、V ガンダムのね、これ、ブルッケンだから、これ結構できるよ、これ。やっぱガンダムはさ、角とかがやっぱこう変なさ、手抜きになっちゃうけど、この手の機体はね、細部まで結構再現度高くて、プロポーションもいいから、これナイスバディじゃん、ナイスプロポーションじゃん。これちょっと塗ろうかな、これ。とか、Gディフェンサーとか、ビグザム。あとな、袋から出てたバグとかね。あれ、マーク2持ってねえっけ。なんかネタに使っちゃったんだっけ。もったいねえな、これ Gディフェンサーがせっかくあるのに。ってな感じでね、これもね、200円にしたらすごいコスパいいよね、これね。200円だよ、これ。別にぶっちゃけたら、これ、ここまでいい、さ、パーツ分けなくてもいいじゃんってぐらい分かれてるんだ、これ。普通に古い HDUC ぐらいさ、分かれてるから、これめんどくさいじゃん。これ、ランナー1枚でこれすごくない？すごいよね。はい。ちょっと話が脱線しまくったんだけど、ちょっとね、コメントがね、ちょっとね、少なかったんで、冒頭にこうやってね、時間稼ぎしますね、はい。てな感じでね、じゃあコメント読んでいきましょう。まずカガリユラアスワさんですね。これはね、RG のガンダムマーク2について、はい。旧 HGUC はマッシブだしかっこいいと思っていました。はい。旧 HGUC、はい。そうなんですよ。足の、この下駄のデカさが、アニメ準拠なんですよね。まあ、なんだかんだでこのね、旧 HGUC が俺は好きです。リバイブよりは。まあ、稼働で言ったら色分けもリバイブだけど、1000円っていうね、コスパの良さよ。ガンダムベースケベ東京にこれ、まだ売ってるんで、黒一色のエコプラがね。俺多分ね、もし3つ買えたら3つ買っちゃいますね。はい。よいしょ。はい。で、続きましては、0079さんですね。これは9キット60分の1ジョニーライデン専用ザク2に関してですね。懐かしいですね。小学3年生の時、地元のハローマックに陳列されているのを見た以来です。このキットね、一時期ヨドバシさんに大量になったんだけども、ないっすね。どちらかというとね、黒い3年生の方がね、なかなかお目にかかんなかったっすね。あの時期にね、この60分の1が大量にね、再販されたんで、ドブも買ったし、ザクも買ったし、ギルグも買ったし、ジョニー・ライデンも買ったし、黒い3年生のも買ったし、というかみんな買った。あと、フルアーマーガンダムも買った。60分の1の。あの時に60分の1ほとんど集めたね。俺がね、60分の1のキットで持ってないのって多分ね、量産型ゲルググと、あと、ゲルググキャノンか。
この2個だけない。あとの60分の1は全部買いました。はい。もうでっかいの大好きだからね。うん。でっかいおっぱいとでっかいキット大好きだからね。うん。続きまして、ニセンさんですね。うん、この方、コメントいつもくれるんだけど、コメント短くてね、なかなか読む機会ないんですけど。これはね、RG ガンダムマーク2に関してですね、うん、小顔、足長すぎ、胴体の潰れ、かっこ、縦横、これじゃない感じ。うん。まあ僕もね、RG のガンダムマーク2はね、ちょっとこれじゃない感があるんですけど、うん、でも一応ね、今ね、なんだろう。一応世の中だと、旧 HGUC に次いで、第2位の評価です。はい。144はね、まあ、旧機ってはもう、どうしようもないんだけど、144の最高峰は今んとこ、HGUC 旧ガンダムマーク2ね。うん。で、その次に、この RG ガンダムマーク2が来て、その次に、HGUC の新しい、リバイブマーク2っていう感じだったんです。最後に、すげえ離れて、9キット144っていう感じでね。うん。やっぱね、最初のね、ガンダムマーク2、HGUC の古いやつね。うん。やっぱ色分けとか、合わせ目とか、稼働とかで嫌だっていう人は、もう選択肢はね、RG とガンダムマーク2しかないですね。うん。まあ、リバイブでもいいよっていう人はいいんだろうけど、リバイブのマークって、この前も言ったけど、顔がさ、なんかモブガンダムみたいな顔してんだもんな。なんかちょっと顔がね、うん。ガンダムマーク2ってちょっと顔が馬面でさ、鼻のへの字の部分がちょっと長くないと嫌なんだよ、俺。うん。でもやっぱRG もね、リバイブもね、顔がもうマーク2じゃない。全然。なんなら、キューキットの144が、まあ、色分けも角もダメだけど、顔だけで言ったら一番チケンじゃねえかまでありますね。はい。続きまして、はい、篠原さんですね。いつもありがとうございます。はい。これもね、RG ガンダムマーク2に関してですね。うん。私もマーク2好きなので、これまでに HGUC、リバイブ、RG をすべて複数個ずつ購入し、それぞれ1個ずつは組んでみました。マーク2と言うともっと骨太なイメージなのですが、新しいフォーマットで出るたびにスリムになっていき、出た当時はこれじゃない感があったのですが、今はもう見慣れました。劇中のイメージに近いかどうかは別として、構造的な面ではリバイブのマーク2が一番好きですね。そうなんですよ。構造ね。色分け稼働で言ったらまあそうなっちゃいますけどね。なんなら、RG より上ですから、あれは。構造的にはね。うん。RG ティタンズカラーは約6年ぐらい前にトレダースに大量に積まれていて、2000円を切る価格で叩き売られていたので、その時まとめて3個買いました。劇中で3機セットで登場した機体は、プラモでもできるだけ3機セットで揃えたいという衝動です。わかります、それは。で、今回もね、RG のね、マーク2ね、できれば黒い方が欲しかったんだけど、なかったね。黒い方はね、何回も見てるんですよ、俺。何回も見かけてんだけど、その都度ね、うん、まあ、いっかっつってね、買ってなかったらね、買えなくなるっていう現象っすね。うん。まあ、見かけたら買えます。ていうか、HGUC のね、黒いマーク2もね、買おうと思うんだけど、どうせ塗るからいいやっつってね、白い方買っちゃうんだけど、うん、俺は別に、パチ組否定派じゃないんで、カラバリだったらね、例えばガンダムマーク2だったら、まあ、白い方はまあ自分で塗って、黒い方はまあそのままでいいや、みたいな。バンダイさんの成型色好きなんでね、結構俺。うん。塗ればいいってもんじゃないんだ。ガチャガチャ遊ぶんだったら、塗んなくてもいいんだよ。境界線ってなんか絶対塗んないしね。リプラも塗んないしね。うん。あとね、水洗便所の窓のキットも多分塗んないです、俺。うん、全部塗んないと思う。うん。塗る価値はないですね。はい。続きまして、カガリー・ユラアッサーさんですね。これはね、旧 HG キュベレに関してですね。うん。プレ版限定リバイブ版キュベレマーク2を、買い逃して自分にとっては、店頭でも買える旧、キュベレマーク2ありがたいですね。そうなんですよね。何なんだろうね、あれね。なんでキュベレマーク2、あとマーク3も、プルとプル2のなんでプレ版なんですかね。うん。だって、旧 HG はさ、マーク2出したじゃん、普通に。ね。まあ、厳密に言うとね、旧 HGUC のキュベレってね、ハマーンのもね、プル2のもね、プルも全部出てるんですよ。スペシャルコーティングバージョンだけどね。一般だよ。プラモデルラジコンショーがあった時に記念に出てるんですよね。うん、プル2のも出てるんです、実はね。うん。ほんとこのキュベレーマーク2とマーク3をね、プレイ版に持ってったのは許せねえな。本当に買わせる気ねえよな、リックリアスとかね。中途半端な
リックディアスもそうだけどさ、中途半端リバイブリックディアス。ね。もうあれ、解約だよね、解約。ほとんど解約。うん。合わせ目まみれて、しかも全部挟み込みになってんの。最初の HDUC のリックディアスはね、挟み込みじゃなかったんだよ。ビルドアップシステムだったんだよ。各部位を作って、塗ってからはめれたのに、リバイブになったら全部挟み込み、キューキットみたいになってて、解約。いらねえよ。はい。はい、そんな感じでね。続きまして、カツケンさんですね。僕の兄弟ですね。はい。これもね、RD ガンダムマーク2に関してですね。はい。俺も布のメッシュオッパイプ嫌いです。パンチタンズバージョンでちょこずれました。うん。言えないじゃないですか、これ。うん。何これかな。俺も布のメッシュオッパイプ嫌いです、俺は。俺オッパイ好き好きって。うん。まあそんな感じで、なんか、まあよくわかんないコメントですけど、まあとにかくメッシュパイプに手こずったって言いたいですね。はい。そんな感じで、あと、最後、篠原さんですか。うん。なんかね、この最後のコメントだけなんか隠れちゃってますね。新しい順にしないと出てこねえな。なんでだろう。はい。じゃあ、篠原さん。これはね、ジオングと、ジオがね、戦ったらどっちが強いみたいなことに関してのね、まあ、考察をね、書いてくださいました。コメント読み上げありがとうございます。組み立て体験会はガンダムベース東京とガンダムベース福岡で開催されているイベントで、そこに参加すると、組み立て体験会バージョンのガンダムがもらえます。死んなかったっすね。なんか色がついてる方が、ね、ガチャガチャ遊ぶんじゃいいかもしれないですね。うん、ガンダムベース会員登録が条件で、じゃあ行かない。イベントの参加は無料です。参加は無料ですが、いろいろと条件があって、参加は一人一回まで。事前予約や会場に並ぶのは NG で、見込み立ての状態でお持ち帰りは NG です。なんか条件、多くて、だったら有料の方がいいわ。ジオングとジオにそれぞれシロッコとシャアが乗っていると仮定した場合、ジオングでジオに勝つのは難しいでしょうね。そうでしょうね。以下勝手な考察になりますが、ジオングは接近戦を苦手としており、ジオは接近戦を得意としていることからも、相性的に近づかれたらジオングは何もできなくなるので、ジオングがジオと互角にやり合うには、中長距離を維持しなくてはならず、シャアは射撃の腕に自信を持っているとはいえ、百式のメガバズガランチャーでメッサーラを狙ってもかすりもしないことから。なんかさ、ドーズギアも外さなかったっけ距離を取って戦ってもニュータイプが相手となるとかなりの苦戦を強いられると予測できます。もしジオングが短期で勝てるチャンスがあるとしたら、右手と左手をそれぞれ切り離して本体と合わせて3方向から同時に攻撃を仕掛ければ追い込むことができるかもしれません。現実的にシャアがジオに勝つにはアプリとロベルトに援護してもらうか、ソザビーに乗り換えるしかないでしょうね。実際あれってさ、ニュータイプ能力で劣ってたんですかね？それとも、モビルスーツの性能で劣ってたんですかね？百式とジオで全く相手にならなかったじゃん。あれニュータイプの能力なのか、機体の性能なのか。ちなみにね、武器の性能だけで言ったらね、百式の方が上ですからね。百式のビームライフル、ジオのビームライフルより、出力上ですからね。ジオのビームライフル 2.6 メガワット、百式のビームライフル 2.8 メガワットで武装で負けてませんからね。はい。でも勝てなかったじゃん。あれは機体の性能の差なのか、モビルスーツの性能の差なのか、両方なのか。うん。で、やっぱジオングね、やっぱ武器、手持ち武器なの、ダメだよね。うん。パワーフトジオングみたいになんか剣を持ってるけどさ、やっぱ接近戦が弱すぎるね。マジ懐に入られたら何もできないもんね。うん、ジオってね、ぶっちゃけライフルなくても強いじゃん。ライフルなくなったぐらいじゃ、多分ね、波のやつじゃ勝てねえよ。シャアがね、百式でね、ライフル 2丁持ってても、多分ライフルなしのジオに勝てませんね。っていうくらい、ジオはね、接近戦だとね、無類の強さを発揮しますね。同時にね、4本とかね、サーベル使えるんでね。うん、しかも動きがね、読みづらいだろうね。隠し湯で使ってくるからね。うん。そうですね、まあそうですね。まあ、アポリとロベルトとかにね、見えないところから騙し打ちしてもらったとしても、それすらシロップは良きそうだけどね。まあ現実的にまあ、シャアがジオに勝つにはやっぱサダビーに乗るしかないでしょうね。まあサダビーに乗っちゃったら逆にオーバーキルかもしんないけどね。うん。ジオングはね、スペックだけ見たらスペックお化けなんですよ。ジェネレーター出力9500メガワットとかあるんだよ。ジオが1800いくつなんだけど。でも何回も言うけどね、別にジェネレーター出力で変わんないんで、戦力、ね、なんだ、差は出ないんで、うん。ジェネレーター出力高ければ強いってもんじゃねえからさ、うん。だもんでね、だってガンダムマーク2なんて、ジェネレーター出力1900
80ぐらいあって、ジオより上なんだぜ。キュベレーより上なんだぜ。でも全然、ジオでもキュベレーにも勝てねえじゃん。だから出力は関係ないからね。はい。まあ、そんな感じでね、本日のコメント会社ここまでで全部読み切りましたね。読んだよね、もうね。ちょっと調べてみよう。うん、ただ全部読み切ったはずです。はい。これにてね、コメントゼロになりました。はい。いつも皆さんありがとうございます。はい。そんな感じでね、プラキシスタバイバーイ。